武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは佐賀大学の国語について話していきたいと思います。国語ですが、時間が100分で大問が3題、大問3題は原文、古文、漢文がそれぞれ1題ずつ、出題される形となっております。で、特徴としては全体的にどの大問もそうなんですが、文章がかなり長めです。なので結構そのスピード重視になります。で、聞いてくる問題に関しては知識的な問題が数問、まあ漢字の読みだったりですね、まあ古文なんかだと言葉の読みだったり、まあ文学史だったりで、漢文もまあ読み、や文法問題だったりですね。あとはまあ内容説明、問題、まあ場所を指摘する問題だったりですね。まあ、で全体的に内容さえ分かっていれば、まあ、文中の言葉を用いてある程度記述できる形式がほとんどなの で文章そのものの難易度もそこまで高いわけではありません。なのでちゃんと読めているかどうか、まあ、それこそじゃあ要約しろって言われて要約ができるか、今聞かれている質問どういう話っていうのが分かるかみたいなことをやる必要があります。なので練習としては、まあ、国立形式の問題集をやって説明することをちゃんと強化しておく形になるかとは思います。で、使う問題集、としてはですね、まあ、センター突破した前提で、考えていくと、現代文に関しては要約練習した上で、国立形式の記述問題集をやるという形でやりますので、現代文読解力の開発講座、こちら仕上げた上で、公立標準問題集キャンパスですね、こちらやっておきましょう。で、まあ、特に読解力の開発講座の要約は、何回かやって、しっかり内容を捉えられるように練習してください。古文に関しても、まあ、センター突破した前提で考えると、文法などの復習、や、まあ、古文常識、などで、まあ、知識の確認、した上で、国公立標準問題集キャンパス、こちらやっておく。まあ、漢文も同様ですね。どちらも、まあ、基礎の確認及び記述練習、しっかりやっておけばいけるかとは思います。で、文章が、時間に対して、先ほどみたいに長いので、スピード勝負な、側面があります。なので、時間内にちゃんと終わりを、まあ、記述で時間かけすぎないようにですね、書き慣れておくことを心がけてください。以上が国語の勉強となります。